ネラックは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ロットイコールエイコールガロンヌ圏のコミューン。コミューン内ヨベーズ川が横切り、コミューンの西側をジェリーズ川が境界となって流れる。およそ10マイル北で、二つの河川は、ガロンヌ川と合流する。アルブレケの宮廷が置かれたネラック城ね、ラックの語源は定かでない。一つの説として、ネラックとは、ガロロマ時代の人名。 ニリアスに設備時のマイナスを組むがつけられ派生したのではないかというものがある。1832年、ガレンヌ地区でガロローマ時代のビル大石が発掘された。ネラックが町として繁栄の頂点に達したのはアルブレケが領主となった16世紀である。ランド地方のラブリから11世紀に移ってきたアルブレケは1484年に ジャン三世が、ナバラ女王を語りな一世と結婚して、ナバラ王となった。二人の長男エンリケ二世は1527年に、マルグリット・ダングレームと結婚した。二人の間に生まれたジャンヌ・ダルブレは、ブルボン家のアントワーヌの妻となり、後に、ユグノーに改修している。1530年代から、領主ジャンヌ・ダルブレの影響を受けたネラック住民は、新京都となり、 第一次ユグノー戦争に身を投じた。シャルル九世は1564年から1566年まで宮廷を連れて、フランス国内を行行した際、弟アンジューコーアンリ、アンリド、ナバール、ブルボン数奇鏡と共にネラックを訪れている。1572年、ユグノーのジャンヌ・ダルブレ、そしてカトリックのカトリーヌ・ドメディシスは、アンリド・ナバールとマルグリット・ド,ド・バロアを結婚させようと、 計画した。結婚式直前にジャンヌは休止したため、血塗られた結婚式に出席することはなかった。ルイ13世時代にネラックは反乱を起こし、1621年にマイエンヌ公ンリに鎮圧され、その要塞は取り壊された。18世紀のネラックはサンドマング向け小麦輸出で繁栄の時代を迎えた。1920年代から、 大きなイタリア人コミュニティがネラックに移った。ソースイコール INSEE。ありがとうございます。